勝ってましたね、完全にルガール戦。あれしんどいでしょ普通に。まあ状況にもよりますかね。すごいラフできますね、はい、でも声も一緒に遅れてるから関係ないですよね。まあ多分同時になってると思うんで。さあビリーとかっていうのはこのゲームにおける投げキャラに対する答えになりますか。投げキャラに対して相性がいいかと。そういや相性いいと思いますよ。おあの今日相手なんかもなんかまあ体操が言ってただけなんですけど、はいはい、そんなに相性悪くないらしい、あらしっかりキャラ変えてきましたよ。強いですねここら辺ブンちゃんさん。ああブンちゃんさん、モンモンさん、モンモンさん、しっかりプロフェルキャラを取ると。これはいいスタイルですよこういうのは。さあエキストラ側にとっては非常に嫌なキャラがずらっと並んでる感じが。まあチグルマじゃないですよね。遠距離 B に多分ブライアンが悶絶するのは目に見えてますよね。でもダイモンあの技使う道具を以前に NC コンの時は結構苦しいって感じですけどね。はい、だから バスケ部さんやり慣れてますからねダイモンとか。光源ちょっとお飲み物買ってみます。ああはい。さあ裏量が先方になっているということで、さあ裏量はエキストラに対する答えとなりうるのかちょっと僕の方でも把握はできていませんが、さあ秘策があるのか、はい、ことごとく相手の牽制を刈り取っている形になってますね。さあワンピー側が、ブンちゃんさんですね。さあやはりダッシュがないせいでその昇竜を、絡むところを咎めるのが難しいというのがあるんでしょうか。それでも、この裏両側、でかいダメージを一気に奪えるわけではないので、ある程度の被弾は覚悟といったところなんでしょうかね。さあ、気味よくダメージを奪っていきますね。さあビリガも、負けじとダメージを取っていきますが、さあ、やはり、まあ、自利品になった感があります。あ1ラウンドで勝ったのは、ブンちゃんさんですね。あーここで、一応スーピー側の、モンテで30連敗を笑えないさん、バスケ部さんにとっては、まあ、最大の火力を持つから、ブライアンの登場なんですけれども、まあ、しっかり最後まで決め切ってこのブライアンが爆発しないとちょっと苦しいんじゃないでしょうか、でかい一発がないのでしかも相手は、詰ましに来るキャラ戦になってます、はい、遠距離あーっとしかしねじ込んでかジャックナイフの漏れに対してものすごい後悔させるようなバスタートの方向。あとエンビ何回通さなきゃいけないのって話になっちゃいますけどね。あーちょっと思わず声が出る。確かに体力リードしてるのはバスケルさんの方。発動して、あー冷静ですね。おーっとあったさあ超敵あークソダメージ、おいマジか今の折り返しましたね。あのジャックナイフキックの漏れから全てが分かりますね。さあ裏クリップ、裏クリップもショージャンプ CD 金リードエキストラ対策バッチリの技が多いですけれども、あ どうやら、放送の方もちょっと、止まってしまっているようですが。あそうなんですか。はい、あ本当だ、いいんじゃないですか。ここは最悪の場合、最悪の場合は取れてれば別に。わあ高速中断すげえな、寂しい金利金利、あーでは何利をしようって。さあモンモンさんどうする。これだからといってクラーク取ったからってどうなるんだって感じがちょっとしちゃいますからね。まあ特別エキストラに対して相性がいいわけではないですね。はい、まあでもなんかあのビリーの通常はしゃがみとかで潰していけるっていうのがあると思うんで、はい、ああキャラクターの方はクラークが入りましたね。入りましたね。あベニマルは解雇されてしまった形でしょうか。多分やっぱリターンの差がでかいってことになったんじゃないですかね。わあ先出し昇竜、先ほどもまあこの昇竜を細かく当ててダメージを奪って一段目で勝っていたので、はい、そうですよね。だってノーゲージのビーが伸びっちゃくじゃないかに何で返せるのって話ですからね。はい、うわおしゃれだな今本当。さあここでバスケ部、おでもこれ早い、何ヘッドの中断打ちです今。すごい隙あります、すごい隙ありますね。これファイヤーまで打ち切ってガードされたラッキーに走ってエンディングメラルなんです
やべえだろこの若者。負けて。シーから前。暴言は。ああうまい。やらしいですねこれ本当にやらしい。ああ、ノーゲージの回されてしまったクラーク。これはでも通常は噛み合わせたら全部クラーク勝てると思うんですよ。まあそうではあるんですが、しゃがみ A は多分絶対あのしゃがみ A 潰せると思うんですよ。はい、カウンターでしょ、しかもあカウンターはつかないですよ。あ、通常はだから、はい、発動中じゃないとつかないですね。ガギャン面でしたいですね、あれ。はい、ゲージないけど。あー、後ろ行っちゃった。あんなスキャル技を振られるってふざけんなこの野郎って走るからね、相手側からしたら。あーしっかり。さあ怒りの C 投げといったところ、あ、D 投げか、あれ。このブライアンを投げていきたい。さあお互いまあ火力はありますから。あーおっと終わる。あーひど、あー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 、ブライですね。まあ、最後に望みを託すべくはクリス、裏クリス、裏クリス、まあ、エピソードに対して相性はいいんで、ここででかい一発を乗らないように気をつけなきゃいけないですね。まあ、やっぱ裏クリス守るにしてもゲージがないのが。ジャンディ・ゲンディ、おー、MB、 これはベニマルの MB 同様の使い方ができるのかもしかして。しかし、火力差が、まあ、ひどい。超気持ちよさそうに空飛んでますからね。一体スポーツにあんな動きはないと思うんですが、はい、ファールですね、あれ。お、しかしここから殺しきれるのがこのキャラ、フラクリス。セットプレー、あー見えてる。しかし、おー、あーカウンター、一年読みか、あれ惜しかった。スタートもフォークで勝ったのはバスケ部さんですね。それじゃあまた僕ですわ。はい、エフタニファンと僕ですね。エフタニファン、試合の最初はグループだった。店長さんいらっしゃいますか。生放送の方がやはりキャラセルでまた止まってしまっております。これもう厳しいんですかね。で 1P 側が F 谷さん、2P 側がタロキッツさんと、いう形になります。稼働時に、触っていたと、言っていた F 谷さんなんですが、イオリの動きはまあ正真正銘本物といいますか、すごくいい動きをしております。タロキッツさん側はまたしてもランダムだったのか、なんとも言えない苦笑いしか出てこないようなキャラクターを引いてしまっております。ハイデルン対チンゲンサイとかなかなか見る機会ないですね。しゃがみ A すらも当たらない回転でヒクートツケン。どんな攻防になるかはもう何とも言い難いところなんですけれども、火力面ではやはり、チンゲンサイ側に分があること、まあ自身のヒテキャラに対してちょっと弱いところのあるハイデルンなんで、まあ、そこがどう出るかですね。今のところ追い返し追い返しで、ハイデルンがリード。めくって、あー、コンボできない。さあ、やはり発生が遅い。ユニフォーライは弱でちょっと発生が遅いため、大空にならず、まあ、吸われて、体力回復量を増やされてしまったという形です。さあ、タロキさんの山崎、どんな動きしてくれるのか。めくりから、あーっと消費が出ない。はい、バチキーを決めてしっかりと止め、あー、ここでイオリ登場。ユリヨリめくって、その後の置き詰めはワンテンポ上げるだけな。ああ、もうちょっと苦しい展開になってきた、タロキさん。
マリー登場、ゲージの方は1本、ゲージを持っていれば、光るキャラなだけに、この1本をどう使っていくか、そしてここからどう貯めていくかですね。高いそれ、2人さんの方は、この強気の指折り刺さる。ピュッてしまった。さあ、これは強い。さあ、そのままたるきさんは乱入する形になりますね。さあ、どうするんだ、キャラクターは。さあ、このチョイは狙って選んだのか。さあ、ちずるちゃんチョイと、ある意味、触り続けていないとちょっと苦しいであろうキャラクターをチョイスしたようにも見えます。さて、どうするのか。さあ、キャラ合わせ、順番も重要です。さあ、時間切れギリギリまで粘って、ちずる先方にして、そのまま押し殺してしまう構えなのか。しかし、このちずるがやられてしまえば一気に持っていかれかねません。まあ、ダッシュから、まあ、空中戦勝った後のダッシュから小足とゆりよりを、巧みに使い分けている感があります。はい、飛び飛び刺さって、青いバナ落ちるわ。さあ、固めている印象がありますけれども、こうやって固めだと安心してガードしている時のクズカズが怖い。さあ、ガーケンで避けた。ガーケンを避けて、しっかりコンボ、しっかりと追加の青いバナを入力しているということは、避ける確信があったということなんでしょうか。いずれにしてもしっかりしています。さあ、苦しくなってきたタロキさん、しっかりてか、この対策知ってるっていうのは、当時どれだけやり込んでいたんでしょうか。さあ、実際ちょいもんでは、この八乙女を出されるのが非常にしんどいです。八乙女を出された場合は、あ、今八乙女を出せずに見せてしまって青いバナになってしまったと思うんですが、八乙女を出されると実は上方向に逃げるしかなくなって、上方向に逃げるようになったら、いよりがダッシュすればいいという駆け引きになってしまうので苦しいですね。まあ、そんなこと言ってるうちに、まあ、なぜかここで登場のハイゲル。さあ、イオリに比べると、まあ、キャラ的にはちょっと頼りないものはあるんですけれども、逆にタロキシさん側もやり慣れてはいないでしょう。さあ、ダメージ細かく奪い合いになっているところですかね。相打ちがちょっと多くなってしまっていますが、ちょっと相打ちでのダメージのやり取りが多くなっちゃってますね。さあ、どこかででかい一発を決めないと試合が動きそうにない。ここでもうタロキシさんの方は逆転をして逃げ切る構えでしょうか。これは苦しい。チョイに関しては、まあ、普段、決まるはずの消費者層のコンボもしゃがんでいると当たらなかったりして、悲しい思いをすることが多いので苦しいところです。あ、ここで F 谷さんのウラクリスが登場。イオリでは素晴らしい動きを見せてくれましたが、果たしてウラクリスの方はどれだけ貯金が残っているのか。そうは言っても、まあ、クリス側としてはつらいつらいちょいボンゲ相手ですから苦しいところですね。あー、地上とつながない。やはりこの辺りは、まあ、キャラ相性の方を熟知しているタロキシさんがうまく試合を運んでいるといったところなんでしょうか。おーっと、暴れだったのが、おそらく遠距離立ちだったと思うんですが、しっかりと前へまでつなげて状況を打開。さあ、最後に待ち構えているのはシャンガーが苦しい苦しいクリス戦。そうは言っても、まあ、そのクリス対策はおそらくできているでしょうから簡単にはいかないはず。さあ、コンボ入ってわからないぞ。この試合のうち決まってしまうのか。さあ、ゲージはガーキャンで破棄してしまったもの。おーっと、抜き直っ、まだナイフありますよね。さあ、これで、まあ、決定戦といいますか、これで負けた方が、そこで終了という形になりますね。さあ、メガメガ、あとどうやらなんかフラッシュがたかれたようなのかもしれませんが、生放送復活しております。さあ、現状は 1P 側が F 谷さん、 2P 側がタロキッチさんということで、両者ライフ1個ずつ失った、まあ、一進一退の攻防の最中でございます。あ、いただきました。まあ、あまりにも、当時の貯金と、言うにはいい動きすぎる、F 谷さん、この後どうなるのか。
ベリマルを投入しております。ベリマルクリスイオリ、なんとイオリが大将。さあ何か作戦があるのか。さあこうなっちゃうとチョイもきついぞ。しっかりと持続を当ててめくりも返す。はい、反動さん投げに決める。この流れをして暴れ潰しも入る。ピヨっていた、助けに来る確率は中が普通だった場合は 50% です。さあまさかのチョイボンゲがベニマルに乗っかられてやられてしまいました。さあ持続当たりだったがしゃがみしがつながらず、まあ、本来はキャラ相性的にはベニマル側がきついんですけれども、はい、本作ではキャラ相性そのものよりも、まあ、順番差というものが存在しまして、順番的に苦しいですね。このベニマルは、ある意味犠牲にしていいキャラクターと、現状ではなってしまったので、タルビスさん側はベニマルをこのいかに被弾数なく倒すかが、ポイントになります。さあ分身分身ゲージを貯めて体勢を立て直そうとするタルビスさん、はい、残りたいのがあとわずかのベニマル。さあなんとか C ボタン当てて次へ望みをつなぐ。いやーこれはここでクリス登場なんですけれども、さあ当時おーっと三大の夫人が出ない、出ていればガーキャンを買って、あーっとお互いミスが目立つか。まだリードしているのは二人さんが、はい、ガーキャンから、はい、封じますまではいけない今日の分身だったか。はい、分身潰しの炎を当てて、さあ先ほどから、今後のミスが目立ってしまっていますが、はい、ここで封じますが入って試合が動く。さあ逃げて逃げて、はい、封じられている時間が終わるまで待とうと思ったら、はい、分身が揃ってしまう。さあこれで、タロビスさん側が逆転。さあここで先ほどの1回戦2回戦でものすごい活躍を見せていたイオリが登場ということになります。ここから先方の時のように鬼神のごとき働きを見せればまだ分かりません。さあ、タロギさんが、現、まあ、やり込み勢というか現プレイヤー現役の意地を見せるのか、それとも貯金で二人さんがどうにかしてしまうのか。入って封切る。あーこれは苦しいか。さあ封じられ終わったがガーキャンでフィニッシュ。勝ったのはタロギさん。ああ非常に素晴らしい試合展開でしたね。はい、じゃあ次が船さんとバスケ部さん。遅延を感じたら更新こそ。さあ、ブネさん、またしても、それで。そんな、そんな、ダメだから負けてしまえばいいよ。無理やんよ、この本気アートなんて。負けれるわけこれは本当に難しいと思います。あ、さあ胸パンのレオナに襲いかかるバスケ部さんのビリビリビリしゃがみ、走るのレオナのダッシュが本当に強い。ピッシュビエしゃがみへしゃがみへしゃがみへしーびー打ち込んで出ない出ないブンフラブンフラそれは指の問題。あーひどい、しゃがしーひほらほらキャラ変えたくなったでしょう。無理なんだって。まあ間違いないですね、これは。ホントクイズとかプライベートダイブを取るのに誰かもだったらマジでやめとけ。
さあ、本当にこれ、コンテで3連敗してきた男なのか、まあ、ゲームちゃいますよね。さあ、しっかりギアンでプレッシャー、ダメ足、これ、見合わないでしょ。ゲージダメで失敗。まさにその通り、ゲージダメで死にました。シャミーがうまい。本当ブライアンってなんか結局ステップしかしないから、シャミーなんてね、なんと知ってますからね。投げて1本目じゃない、ごめんなさい、4本目ぐらいだ。これなんですね、すごい涼しいですよ。これぐらいがいい。ワンコンボでかいんじゃない、これ。しっかり4割。シャミーさあ、最後フィニッシュを刺していく。しかしケージはまだゼロ、受け身も取れない状況。ワンコンボがでかい。なんとこれは減ったか。さっきからラムネを飲んでるんですよ。エッグが入ってるのに。ちなみに、あー、さあ1本目を取ったのはですね、アステルさんのリクレムですね。表強になりました。ステップ7区さっきのやつどうしたらいいな、そこでステップ7区。チャージ、中振り、ちょっと出るのを確認した意味もあるのかな、今のやつは。シャミエリー、コンボがダメージ。えだろ、ライフパーフェクトだったんですね、ブライアン。じゃあ気ままに動いてこのルガールも殺したい。ワンコンボ、おー、お決め中止。 AB からのビガンテックプレッシャーなんてゴッドブレス。チャミシジャンプ DB、 あー、めくる、おー、見守りがない。引っ掛けてジャンプ D、 ジャンプ D、 本当に飛び跳ねますね、ブライアン。うわ、ひどい、このノリプレイ。ブライアンって私に立ち回られたってね、知れてるから、取られる方が絶対怖い。どうだか、しっかり上げて、上げて、CDDA、 これがしっかりしてる。うわー、ひどい。一生ステップだよーって。はい、じゃあ皆さん早く距離よりフレアしろ、距離よりフレアしろ。いや、別にダメじゃないですけど、これで負けたらあれってなってる。あれ、まあ対策からのかな、対策にはなってないでしょ、このエキプラに対して。ヤシロくん、これが対策。あれは立ち入れ、あれとねじ込んでからのペペは、おっ、切り返した。なんか勝利、ガッチェ、引き出し投げ、ジャンプディ、ジャンプディ、石1本目を取るのは船。途中まで完璧バスケブック打ったと思いましたけど、終わってみればだったのは船今日。そして2番手のブリージャンプシリー、ジャンプシリードカミ、イシーボディ、イシージャンプシリーエガガチャ、ボディエボディ、あれは虫のボールか。
さあ残り、おー刈り取っていく。さあバスケ部もライフほどマックスの状態で、ルネさん気泡より、大きすぎるのはこのゲージの差。駆け出してしゃがみ、ジャンプに、さあワンコント、やばい、八乙女ですね、よしよしよし、 AB ガードして暴れちゃう、バカちゃん投げ家前、八乙女、さあ壊したい、グーからのワンコントが強い。さあまず先にリーチをかけるのは船、まもなくゲージが、しかしこのステップ奈落というのは本当に怖いです。あのスキップ。あーっとこれはしかし。おっと。しかしまだ一度と投げて。勝ったのはブネーさん。決勝なんですけど誰が前で。ちょうど時間止まりましたんで、ティグです。ワンピン側がブネーさん。スーピー側が、タロッチさん。バスケさん、いや、まあ、バスケさんですよ、まあ、実況なんかあれ聞きしないですけど、楽しいですね。まあ適当に、適当にって言ったっけ、一生懸命頑張ります。チャン VS キョウ、ジャンケ投げて流すから、あごめんなさいね。あ、投げだ。ジャンプや。ガランダスだった。ガラス。ジャッキョー、ジョッキャミさんね。ジャッキョー、ガラス。投げだ。強気。あ、まだ良さかって。これってチャンユイなんですかね、ちょっとわかんないですけど、いや僕もそのユイは全然わかんないんですけど、まあ今日は使ってるんで今日側がユイって思ってやってますけど、チャン、あーゲージ溜めに行きましたね、足を打って、あーゲージ溜めましたね、スーツいつの間に、ズネさんの今日が勝ちましたね、はい。ここで表クイズ、表クイズ2番手ですね、あ、これ辛いですね、あ、辛いんですか、あ、きっちり決めて、いいですね、だから、次前、スクランブラッシュ、スパイル、ガチャン、もうやっぱり、やり込んでるだけって、あ、頑張りますね、詰めたのは、あ、ヒデさんも粘ります、お、危ない。でここでズネさんの時報がいよりで、これもズネさんのよりの方がユナさんに当たってくるのは、はい。ああ、早出しから壊したい人もおられるやおそうね。あとあくまりかな。ここでダイモン、ダイモン、ね、使わないと言ったのに使わないですか、はい、さあどこまで行くのか、ゲージがない、チャンチャンで3つあったのに早いな、ゲージも悪かったんですか、あーお、あー危ない、先生をしっかり入れてくださったんですね、おお、お、投げだ、これは、あー、してない、おー、最後はエンディ、あー、対照戦ですね、
八代五郎大門か。どっちが優位なのかちょっとわかんないんですけど、自分が使ってるとどっちも負けちゃうんですけどね。ズネさんは八代が優位ですから。あまだ入りますか。あー止まなげ。まだまだ。あーあー届きたんだ。攻撃はああいうチーム。じゃあなんか2週間前と全く同じことになりましたけど、じゃあ優勝したブネさんから何か一言。まあこんな、状況ですけれども、みんな なんですかね、いつもの活力を取り戻すべく、頑張っていきましょう、はい。僕も被災者の皆様に、最大限の応援というか、支援をしていきたいと思いますんで、はい、望みを捨てずによろしくお願いします。はい、はい。じゃあ一応まあ大会終わりますんで一言、まあ、あえてこれまで通りと一緒に普通に明るく楽しくゲームをしようということで、今日はまあ大会開きました。特に中止にもせずに。ただまあやっぱりああいう禁止項目なんかを作ったということはそういうことなんだなということだけお分かりいただければと思います。のじ合台の方はまだ1台稼働しておりますので、相変わらず現金箱用意しておりますので、ぜひぜひご支援ください。これは今日、必ず持って行って振り込みを行いますのでご協力お願いします。まあ本当ね、仙台の格闘ゲームの人たちもなんかいいようなお話とかもね聞いてるんで、またいつの日か笑って一緒にゲームができるようになればいいなと、はい、強く思っておりますので、そういった意味も込めてとりあえず98の部門は終了で、これから画廊なんでね一回切りましょう。それでは3月19日の長野 TRFK 98無事で終了します。ありがとうございました。じゃあ引き続きの試合を